俺んちやん。俺んちやんけ。価値格やな。さっき誰かがレベル2にすんのが大変や言うとったな。レベル2はね、そのマイケルってレベル1の時心音の範囲がめちゃくちゃ狭いから、それを利用して壁に隠れてるとわからんねん。だからしかも私さらにそれに加えて今ドクターのパークつけてるから、もう心音範囲1メーターしかないんやんか。今レベル3になったらこれ0メーターになんねんけど、なのでこれを利用して隠れながら進むと、しかもレベル1の時索敵パークにも引っかからんからもうほとんど分かれへんやんか。こうやって発電機にこっそり近づいて、何やおらんな何をしとんねん。あの地下のあれ直してんのか。で、会おうとするなーってなったらいてるから、こうやってこっそり、さすがに、まあこの距離はさすがにバレるけど、ここはさすがにバレてまうけど、ちょっと距離取って、物陰からじーって見てるといいよ。直された。地下のやつも眺めづらいよな。ここ隠れながら、あいつ気づいてへんぞ俺の存在にっていう。よし。でレベル3に上げるかどうかはまあもうなんかお好みでって感じやけど。僕はあまりレベル3には上げないです。え、なんか違うやついる。レベル3は余裕あるときに貯めといてぐらいやな。まあレベル2の正直マイケルって僕レベル2が一番強いと思ってるんで。なんでかっていうと、マイケルレベル2の時って何の特徴もなくなんねんけどさ、その代わり能力が普通の殺人鬼と全く一緒やのに心音の範囲が半分ぐらいしかないねん。でさらにこの心音減らすパークつけてるからレベル2やのにもかかわらず心音はかなり広い、かなり狭いんですよ。こっちおうか。目が吊るしたかったな。待てー。あ、ここ通れへん隙間やん。はよ言うてそんなん。でもマイケルを多分楽しくは、マイケルで楽しく遊ぼうのコーナーやりたいんやったらレベル3にはした方がいいよ。マイケルレベル3別に心音広くないよ。レベル3になって初めて他の殺人鬼と心音範囲一緒。ウィスウィス。ウィス。
これこの駆け引きを絶妙に拒否するやつ。あれ助けられてないやん。もうとっくに助けられてると思ってた。かわいそう、クローデットおばちゃん、かわいそう。友達がいないのね。いやー、まで待て、完全に見えなくなった。あ、届けん、さすがに。あ、もう起こされとるな。まあええわ。このクローデット、次釣ったら死ぬ。だがどんどん壊れていくけど大丈夫かい。板がどんどん壊れていく。クローデットはほったらかして倒れ、あの二人を釣ってもよかったかもしれんね。今思えば。とはいえこれでクローデット死んだよ。まあ悪くないのでは。一人が二釣りやな。メグ二釣りやよね。おった。よし。板残っとるな。結構潰したつもりやねんけど、このゲーム板多ない？殺人鬼に忖度しやがって。当たらんか、今の当たらんか。当たったつもりで振ったな。はい、確かね、レベル2の時の信号範囲16メーターかなんかやったからはず。どん倍々になっていくんちゃうかな。もう降りたな。ええ、あ、掴めてなかった、掴めてなかった。あ、ちゃんか。なるほど、いよいよ持ってたんか。よし、あれ、このメグ殺せたか。板は復活しない、一回蹴り壊したら。だから序盤にめっちゃ板倒してくれる人おったら、それをガンガン蹴り壊していくだけで、後半の人めっちゃ逃げづらくなる。絶対背中掴めたと思ってんけど、掴めてなかった。ショック。ああいう操作ミス減らしていかんと。あ、それか、え、あれ、もしかしてあのパークの効果で掴めなかったってこと。いよいよ持ってるやつをダイレクトキャッチ無理ってこと、もしかして。あ、おった。
るほど、ダイレクトキャッチ無理なんか。こっちか、終えるかしら、逃がしたか。足跡あるな。お、足跡あるやん、これまだ終えるぞ。あ、おった、よし、いつでもレベル3にはなれるぞ。このクローデットが結構めちゃくちゃに逃げよるからレベル3使うか。レベル3はね、もう確定で、確定で、確定キャッチになった時に、あはは、やってしまいました。これはやってしまいました。板のこと忘れてたよ。こうやってしまうと追いかけ回しても間に合わない可能性が。ん？あ、違うやん。修理でピカーって光ったんとタイミングが被ってしまったから今、はっ、ここにいるのかって思った。全然おらんかった。いけるかな、レベル3が切れるまでの間にこれは追いつけるか。いけたわ。ここでなんでこんなめっちゃ時間かけたんやろ。もう板倒して走るのが多分最下、間違いなく最適解やったのに。さて、ここに設置しました。これまた全滅いけるぞ。あ、死んだ、マジか、死なれた。死なれるのはちょっと予想外やった。見つけれるか。あー、くっそくっそまあしゃあない、エンティティも喜んでるわ。ほら、ポイントも2万近く稼げた。